どうも、ゼロワークの東堀です。本日は2022年に自家繁殖で発させた個体の中の、キーボ個体ですね。キーボ個体の中からお気に入りの6本をご紹介していきたいと思います。でまず1本目にご紹介するのが、今年の多分1月8日とかなんで結構ね、もう1年近く前なんですけど、一応今年2022年 CB の個体で、レオパードバニラクリームの、オスですね。この個体はヒョウ柄のボールパイソンっていう確かYouTube 過去の動画で投稿したと思うんですけど、その動画に出てくる個体で、まあ僕が一番欲しかった単純なレオパードバニラクリームですね。でもただこの個体ね、おそらくなんか今となっては色ビリも入ってたんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ当時のなんか動画よりはね、多少ブラウンアウトもして黒い模様の部分がちょっと薄くはなってきてるんですけど、やっぱりこうさすがレオパードが入ってるだけあって、結構黒は割としっかり残ってくれてるんじゃないかなと思います。結構バニラクリーム系のコンボで、バニラスクリームとか、パステル入れたり明るいもの入れていくと成長とともに結構薄く消えていったりするんですけど、やっぱりレオパードなんでなかなか黒色残ってくれてるんじゃないかなと思います。やっぱりあとは色ビリ入ってるんじゃないかなと思ったのがね、今だいぶ薄くなってしまったんですけど、やっぱりこうヤングぐらい、もうちょっとちっちゃい時とかは結構サイドのオレンジみたいなのも出てて、まあ掛け合わせ的に出る可能性もあるので、まあもしかしたら入ってるんじゃないかなと思ってます。まあ単純にも見た目がすごい、こう昔からね欲しかった、コンボで、やっとこう自家販でハッチさせることができて嬉しかった記憶があります。まあ将来的にはここにこうファイアコンフュージョン系のメスとかかけていって、まあここに単純にコンフュージョンが入ったレオパードコンフュージョンバニラクリームとかも出していけたらなって思ってます。単純に見た目大好きな、個体ですね。なんかこう、なかなかボールにはいないような、こう、大きい、こう、黒のスポットが出てる、なんかこう、ブラッドのゴールデンアイみたいな、模様した個体で、僕はすごい気に入ってます。この個体は、レオパードバニラクリームの、オスです。では、2番目にご紹介するのが、GHI キャリコヘテロラベンダーのオスです。まあ、キャリコラベンダー系は、すごい色が濃くて、まあ、キャリコアルビノだったら結構ご覧になったことのある方も多いと思うんですけど、まあ、普通のアルビノよりもかなり濃くなるという感じで、まあ、ラベンダーのキャリコは僕見たことなかったんで、まあ、絶対ラベンダーで、キャリコで、キャリコラベンダー取れば、かなり濃いのが出るとは思ってたんですけど、まあ、そこにこう、オスの GHI ラベンダーがいたので、まあ、メスのシンプルな、まあ、濃いキャリコにかけて取った GHI キャリコヘテロラベンダーと、いう感じですね。まあ、ご覧になって分かる通り、もうすでにこう、キャリコ感というかなんかね、こう、ヘテロ隠しきれてない色というかね、もうすごい、こう、濃いピンクが表現してて、まあ、黒ピンクみたいな、この、イメージの個体で、まあ、僕はすごい、ヘテロの段階で結構気に入ってる個体です。まあ、結構、キャリコラベンダーを前から狙ってたんですけど、まあ、今年、海外のブリーダーがキャリコラベンダー先に出してて、やっぱりすごい綺麗かったですね。ただ、まあ、この個体を使って、GHI キャリコラベンダー出したら、まあ、さらにその上を行くような濃い、個体、を出せるんじゃないかなと僕は思ってます。兄弟でシブリングでキャリコヘテロラベンダーのペアも出てて、まあ、このクラッチのキャリコヘテロラベンダー系は全キープしました。まあ、単純にこうすごいこの個体も、まあ、ヘテロでありながらも見た目すごい僕が気に入った個体なんで、この動画でお見せしたいなと思いました。この個体は GHI キャリコヘテロラベンダーのオスです。3番目にご紹介するのが、レオパードチョコレートバターゴーストの、メスです。この個体は、オス親がレオパードチョコレートゴースト、レオチョコゴーストですね。に、メス親が、バターゴーストをかけて生まれた個体です。まあ、単純に僕は、チョコゴースト大好きで、やっぱりこう、チョコレートって、まあ、ダークモルフなんですけど、ゴーストになった時に、他の、ダークモルフ系と違って、結構こう、なんて言ったらいいんですか、青みがかるというか、紫がかるというか、ちょっとかなり変わった色の変化を起こす、コンボです。チョコレートゴーストっていうのは。そこにこう、レオパードが入っていることによって、まあ、オソヤはすごい、こう、濃い、変わった色の、コンボなんですけど、まあ、そこにこう、バターが入ってくれたっていう、まあ、このクラッチの、全乗りの個体です。なんで、レオパードチョコレートバターゴースト。まあ、色のね、ベースはやっぱり、チョコレートゴーストの青みがかったというかね、変わった色が出つつも、レオパードとバターがコンボになることによって、このようにフルストライプになってます。ブルーアイリッシュコンプレックスと、まあ、特にま、レッサー、バターあたりとレオパードがコンボになると、結構フルストライプになる傾向があります。なので、ま、この個体はレオパード、チョコレート、バターゴースト、まあ、全乗りの、コンボで、まあ、結構お気に入りなんで、この個体はキープしました。うん、将来的にはここにこう、やっぱクラウンとかかけて、まあ、このコンボのクラウンなども見ていけたらなと思ってます。この個体はレオパードチョコレートバターゴーストのメスです。で、4番目にご紹介するのが、レオパードマホガニーパイのメスです。この個体ね、ちょっと今、脱皮前で、ちょっと残念なんですけど、まあ、脱いでもね、脱いだらね、もっとこう、濃いというかね、サイドのオレンジも強くて、すごいいい個体なんじゃない、僕はお気に入りの個体です。親は、レオパードヘテロパイ。そのレオパードヘテロパイは、僕が2019年に輸入した個体たちで、その中の、中からお気に入りの一匹をキープしてて、まあ、すごいパターンも気に入ってる個体なんですけど、そこに、その次の年かな、翌年に輸入したマホガニヘテロパイをかけました。割とシンプルな
掛け合わせなんですけど、一応全乗りのレオパードマホガニパイが出てくれたということですね。このクラッチが初めて僕のマホガニパイのを取れたクラッチなんですけど、まあ、すごいこうマホガニパイの判別の勉強になったというかね、結構首から、なんて言ったらいいんですかね、この、そう、うなじというかね、うなじから首にかけてのこの模様というかね、この色の感じと、あとはまあその体のその乱れというかね、その例えばこのあたりとか、この黒オレンジ黒みたいな、こういう乱れ方する、色の変化することが、マホガニパイは多いように感じます。で、この個体は、あとはそのドス黒さというか、なんて言ったらいいですかね、その尻尾のね、ちょっと今わかりにくいんですけど、脱いだらもうちょっとこう乱れたりとかしてるんですけど、僕はレオパード判定、しました。マホガニパイだけだったらこうはならないんじゃないかなと僕は思ってます。あとはまあ、僕はやっぱローホワイトすごい大好きなんで、まあこの個体ローホワイトということでキープしてみました。将来的にはここにまあもちろん、親に掛け戻して、まあスマパイとか、スマパイプラスアルファを作っていけたらなと思ってます。でこの個体はレオパードマホガニパイのメスです。5番目にご紹介するのがエンチバットマンのメスです。この個体は先日バットマンクラッチのエグカットの動画に登場した個体なんですけど、まだちょっとね、エンチって言い切るかどうか悩んでるんですけど、今のところまあ仮でエンチバットマンとしてます。やっぱり動画でもお話した通り、この個体すごい変わった表現で、まあなんかすごい、こう僕的には今後、ブリーディング使っていっていろいろ検証してみたいなと思った個体なので、もちろん動画で申し上げた通りキープしました。やっぱ後も少し順調に餌食べてくれて、クラッチ基本的に全て、すごい、優秀な個体たちが多くて、その他にも同じ親のバットマンを使ったクラッチは結構優秀な個体ばっかりで、ほとんどがね、もういきなり冷凍を食べ始めるような、なんか親譲りの優秀な個体たちです。先日は06インサイド B で、サイドビーに行った時も、河合さんがキープしてる、うちから行ったファイアーオーディーバットマン見てきたんですけど、やっぱり、順調に成長していて、まあ、綺麗な個体たちでした。そうですね。僕はやっぱりまだ、未だにこの個体はイエローベリーの可能性あるんじゃないかなと思っているんで、まあ、アスファルト系の個体かけて、この先狙っていけたらなと思ってます。この個体は、エンチバットマンのメスです。最後にご紹介するのが、パステルスポットノーズコンフュージョンヘテロデザゴのメスです。この個体は、僕が2019年末に輸入したスーパーパステルスポットノーズコンフュージョンのオスと、まあメスがデザゴですね、かけました。これも確か、ハッチ個体紹介かな。何かで多分ね、YouTube で紹介したと思うんですけど、メスのデザゴが、やっぱりこのコンフュージョンとかけた時に僕はすごい乱れたコンフュージョンデザゴ系に進んできたかったので、まあ、そんなにスッキリしない、結構乱れた系の、乱れたデザゴを使いました。まあ、結果、まあ、あんまりスッキリせず、乱れた個体が出てきてくれたので良かったんですけど、まあ、どっちかでこの個体はまだまだ完成系じゃなくて、こっから先、やっぱり、コンフュージョンのホモ、パステルスポットノーズコンフュージョンデザゴを、狙っていきたいなと思ってます。うん、この個体がね、クラッチが、結構引き良かったというか、まあ、卵を10ラン取って、全乗りが4本出たのかな。で、コンフュージョン、パステルコンフュージョンヘテロデザーが1本出て、コンフュージョンヘテロデザー系が合計5本出たんですけど、まあ、残念ながら全乗りの個体4本のうち2本は、ハッチしてから、しばらくしてから2本落ちてしまって、残りペアのみしか残らなかったので、まあ、両方キープしたんですけど、まあ、この段階で僕はかなり気に入ってますね。パステル、スポットノーズ、コンフュージョン。っていうだけでやっぱここまで乱れた表現のコンボが出てきてくれるので、まあ、ここに、来年、まあ、オスはね、いるんで、もし来年、パステルスポットのコンフュージョンデザゴのホモを取れたら嬉しいなと思ってます。この答えはパステルスポットノーズコンフュージョンヘテロデザゴのメスです。こんな感じで本日は2022年に発させた個体たちのキープ個体の中からお気に入りの6本をご紹介してみました。まあ今回ご紹介した個体たちは、まあ完成形にはまだ程遠いような、このこれから先を狙っていくような個体たちも多かったんですが、まあお気に入りの、見た目とかも好きな個体たちを、ご紹介してみました。まあ来年もですね、まあ輸入も引き続き、気に入った個体たち輸入していくんですけど、その中でやっぱり自我繁殖でももっとさらにレベルの高い個体を生み出していけたらなと思ってます。こんな感じで本日は2022年の、お気に入り個体6本をご紹介してみました。それでは次の動画でお会いしましょう。良いボールライフを。